どうもコブラです今回は防具解説としてスカルフォージについて説明していきたいと思います。それではこちらこのエキゾチックヘルムスカルフォージは常時ダメージの1.5%のスタミナシールドとし現状のスタミナ換算そして蓄積は最大で50となります。余分なスタミナが 蓄積されるとそれを優先して消費されます攻撃によるスタミナ消耗があれば与えるダメージ1.5%も加算された状態となりますこれはあのスタミナも同じような状態となりますダメージを与えないとスタミナシールドはゆっくりと減少していきます続いてですねプレイ動画に行きたいと思います モブに攻撃していくとスタミナの部分を見て分かる通りに白くなっていますこの状態が余分のスタミナとなります攻撃しないと通常のスタミナとなりますなので常に攻撃し続けないといけないっていう感じとなりますこの感じに言うとスタミナを使う武器に関して が一番相性がいいのではないかなと思いますいかがだったでしょうか今回はスカルフォージについて言うとスタミナを消費する武器なら相性がいいと思います皆様ご視聴いただきありがとうございましたよかったらですねチャンネル登録していただけると助かりますということで本当に お疲れ様でした。